語っていうのは残酷なものなの。楽しい瞬間を通り過ぎてもまだ進んでいくよ。悲しい終焉に向かって、ただし、その時間、それから死、時間と死だけが全ての人間に平等で、この世で唯一絶対的なものなんだ。カナタちゃんってあれだよね、芸能人の、ほら、あの子に似てるって言われない？ああ、全然。いや、似てるって。みんな言ってるよ。なあ。それって誰のこと？適当言ってない？あれだね。なになに、かなたちゃん、花火足りてないね。え、今散々見たばかりだけど。だから物足りないってことでしょね、かなた。ああ、じゃあその辺のコンビニでも行って調達してくるか。よし、おい、行くぞ。当然。お、救急車近いぞ。あ、ほらあそこ見えるよ。はい、見に行こうぜ。またじゃん、それって信じらんない。マジムカつく。あの男調子こいてんじゃねえよ。切れるぜマジで。
何回目だっちゅうの。すげえ傷つくじゃんそれって、かわいそう。あんた元気ないけど平気？元気出しなよ。うん、ダメ、めっちゃ落ち込み、食欲も全然ないしよ。痩せるかもよ。痩せるかも？いいね、あんた甘いからだよ。優しすぎるからその優しさにつけ込まれてるんだよ。元気出しなよ。うん、私もそう思うんだけど、私って優しすぎるかも。マジかわいそう。私たちが慰めてあげる。元気出しなよ。元気出しなよ。元気出しなよ。あ、そこなんだ。悪い、俺ダメ、バイトなんだ。ほら、ネパールっていう具体的な目標も定まったことだし、結構きつめにシフト組んでるんだよ。じゃ、急いでるから、またな。Thank you.
ごくわかるよ。あ、ううん、ジョゴくんのわからないことはユウにもわからない。でも自分の気持ちがわからなくて苦しくなる気持ちはすごくよくわかるよ。くよくよしたりしんどかったり、そういう自分の気持ちそのものをゆえちゃん自身が分かってること、それが大事なんじゃないかな。生きてることのわからなさがね、とても貴重に思えてきたわね。
れたくないよ。このままずっと一緒にいたいよ。ずっと一緒に。スミカ、何言ってるんだよ。俺はいつだってスミカのそばにいるし、スミカもいつだって俺のそばにいる。シュウちゃん、たとえ離れ離れになったってスミカを思う気持ちは決して変わらないんだ。いつまでも永遠にスミカのそばにいるよ。変わるよシュウちゃん。離れてしまったら変わっちゃうんだよ。どんどん時間が経ってきっとシュウちゃんの中のスミカだってどん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 小さくなっちゃうんだ。スミカ、そんなこと絶対ない。永遠なんて幻想だよ。そんな遥か彼方のシュウちゃんの幻に焦がれて待ち続けるなんて。だったらこのままおしまいにした方がいい。スミカ。